こんにちは。猿沢池に来ています。この猿沢池の近くに春日大社と関係の深い神社、うねめ神社があります。行ってみましょう。ここがうねめ神社です。この神社はなぜか鳥居を背にして立っていますね。正面に回ってみましょう。なるほど、お参りするときは猿沢池の方を向くんですね。このうねめ神社は昔より町の守り神として多くの人々がお参りをされています。中秋のそれはそれは美しいお月様が昇る日には大変にぎやかなお祭りが行われます。ところでここには古くよりうねめさんの言い伝え伝説が残っています。この伝説が紙芝居になりました。うねめさんのことがとってもよくわかる素晴らしい紙芝居です。どうぞ最後までごゆっくりとご覧ください。そしてうねめさんのことを思いお参りにお越しください。では私もお参りいたします。うねめ伝説。奈良市垂井町にある猿沢池のほとりに鳥居に背中を向けた珍しい後ろ向きの神社があります。この神社は春日大社さんにゆかりのあるうねめ神社といいます。どうして後ろを向いているのでしょう。ここにはこんな悲しいお話が伝わっています。奈良時代、帝に仕える一人のうねめがおりました。うねめというのは帝のお食事や身の回りのお世話をする女の人のことです。そのうねめは帝に大層気に入られ愛されておりました。うねめは会いたい時にいつでも帝に会えるわけではありません。うねめは帝に呼んでいただきお会いできる日を毎日毎日心待ちにしておりました。しかしいつの間にか心変わりされたのでしょうか。いくら待っても帝はうねめをお呼びになることはありませんでした。うねめは悲しくて悲しくて、とうとう猿沢池のほとりにある柳の木に衣をかけ、池に身を投げて死んでしまったのです。この知らせを聞いた帝は、うねめのことをかわいそうに思い、その魂を慰めるために池のそばにお社をお建てになりました。その時には池の方を向いてお社を建てたのですが、うねめは
自分が身を投げた猿沢池を見るのは悲しく、心苦しいと思ったのでしょう。一晩のうちに、なんということでしょう。お社はくるりと後ろを向いてしまったのです。その後、うねめは皆さんに自分と同じ悲しい思いをしてほしくないと、人々を幸せに導く縁結びの神様になりました。今ではうねめの魂を慰めるために、毎年中秋の名月にはうねめ祭りが行われます。うねめ神社では春日大社の神職さんにより祈りが捧げられます。そうして猿沢池には管弦船と呼ばれる船が浮かび、雅楽が演奏される中、秋の七草で作られた花扇が池に投じられる盛大なお祭りです。今でも地域の人々に愛され、うねめもどこかで喜んでいることでしょうね。